ご利用くださいましてありがとうございます。このケーブルは高センサ82m、水線処理にして400m を木津川、右川、桂川の3線合流や渓谷を見下ろしながら約3分で五徳山山頂へと登ってまいります。岩清水八幡宮は西暦859年上巌元年清和天皇の御より大和大安寺の塔両教が初めて八幡大神を迎えて創建されました。緑濃い山中に混沌と湧き出る清水を人々は絶えざるもの強きものとしてあがめ岩清水茶を祀っていたこの地に八幡宮が誕生されたことから岩清水八幡宮と称されるようになったと伝えられています。歴代天皇の行幸も70回を超え、また全国の武士たちは弓矢の神として八幡宮をあがめ鎌倉、有川、徳川の各将軍もたびたび参拝して茶寮などを寄進しました。さらに男女を問わず厄年にあたる人々が厄除け祈願にお参りする神社として名高く、年間を通して大勢の参拝者でにぎわいます。まもなく乙女山山城に到着いたします。お忘れ物のないようご注意ください。今日も乙女山ケーブルをご利用くださいましてありがとうございました。なお係員が扉を開けるまでしばらくお待ちください。まもなく乙女山山頂駅に到着いたします。お出口は進行方向を向きまして左側の扉が開きます。本日も乙女山ケーブルにご乗車ありがとうございました。車内ホーム階段上になっております。お降りの際お足元にご注意ください。左側の扉が開きます。ご注意ください。Thank you.
右側の扉が開きます。ご注意ください。